パック寿司持ち帰り100メートル走。よっしゃ。来た来た来た。広い。どこ？響く。寿司？広いな。競技場借りました。すげえ。マジの陸上競技場。すごいね。トラックがありますよ。何するんですか？でパック寿司を持ち帰ります。パック寿司って何言ってんの？どこからどこに？何言ってんの？どこからどこに？スーパーとか行ってんならわかるけどさ。はい。ね、これパック寿司ですよ、うん、皆さんよく買うでしょ。あこれ寿司、あ食いたい、一番いいセットじゃん。これ一番いいね。ただ持ち帰るときどうしても、うん、あのこの袋に入れるんで、はい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 、バランス悪くてなんかちょっとこの、あ寄っちゃってね、そうそうそう、ぐちゃぐちゃになるみたいな、縦になっちゃう、あるじゃないですか、あるあるある、ああいうのを、うん、やっぱゼロにしていきたいんですよ、我々は。まあ、それはそう、それはそうしたいというわけなんでね、はい、皆さん、うん、もうやることは簡単です。はい、これ袋に入れて、はい、あの 100m 走ってください。ああそして、うん、このパック寿司が崩れてないか、うん、そしてタイムがどれだけ速いか、なるほど、ね、タイムもやっぱり両方ゆっくり走っちゃダメなんだ。なるほど、はい、この競技場 100m も直線で走ってもらって、うん、まあ、最後に2つハードルがあるんで、うん、あのそこをしっかり飛び越えて皆さんにゴールしてもらえればと思っております。はい、そもそもね 100m 走るのだけでだいぶ 100m 何秒で走れるの、ね、最近走ってないな多分 100m 全力、大人って走んないですから ね、 ね、小走りだからね、基本、そうこれでも信号変わるぐらいだから。ちょっとやってみてね、うん、というわけで、じゃあ僕ねトップバッターということで、あの言い出しっぺなんでやらせてもらいます。ちょっとね分かんないっすね速さを求めるべきなのか崩れなさを求めるべきなのか一切分かんないんですけど、やります。いいですか、いきます、よーいスタート。あ、なんかいいんじゃない、あ、いいじゃん、いいんじゃない、あ、いい感じですよ、いいんじゃない、あ、いいじゃん、いいじゃんスーパーで何があったんだ遅っ、あ、危ない危ない危ない、ハードルがね、あ、お、あ、ダメだ、あ、縦になってる、ゴールゴールどう、ちょっと待って、タイムは、タイム18秒20。おー分かんないな、分かんないけど、まあ大人の速度だな、ね、ただね縦になってた最後、ちょっとこれ確認します。そう、どうだ、寿司チェック、チェック、どうだどうだ、おお、あでもね、あいい、まだいい寄り方か、まだ、まあまあまあ、あでも見てイクラがもう、あもうちょっと開けてみますよ、はい、卵イクラになってる、これイクラが見てください、これ あとアナゴは完全に横だね、アナゴも倒れてる、でもなんか思ってたよりはくそめちゃめちゃさ、もう自分に厳しいな、悔しがってますけど、いやでもなんか基準が出ましたね、そうですね、うん、18秒、普通に走るとこうなっちゃう、18秒20ぐらいですね、18秒2、これが基準タイムとしてね、はい、次以降、いや揺らさないつもりだったのかな、次もう18秒切れば優勝見えてくる、そうですよ、うん、まあ18秒台でしょうね。わかりました。ありがとうございます。はい。はい。はい、運動がね苦手で走るのも大嫌いなんですけども、上半身を動かさずに動くという訓練を高校3年間やってきたので、今回はいけるんじゃないかなと思っております。頑張ります。じゃあ行きまーす。よーい、スタート。起きた。遅いな、遅あ遅くない、歩いてる、あれ、いやいやいや、いあれ全力ですよ、本当あれ全力、あ、でも寿司の安定感、あ、でも安定気をつけ、あ、やばいやばい、寿司斜めになってない、あれ斜めになってない、え、なに、おあ、早く早く早く、これ遅いぞ、ちやばいな、これ遅い、遅いで、でも寿司は、いや、斜め斜め、なってる、はい、25秒36、遅いな、遅いね、じゃあチェックさせていただきます、じゃあ寿司チェック、どう、あれ、あれ、なんで、よっしゃ、なかなか、確かに、あらあらあら、あれめっちゃいいじゃん、いいね、ちょっとこぼれた、いくらがちょっとこぼれてるだけで、いくら2粒がやや危うい以外は、これはもう最初からもありえますからね、いくらちょっと、あれなんで、ほぼ大丈夫ですね、いや結構気にしてたもん、でもちょっと待って、タイム、まあ、タイムは伸びなかったね、25秒を、ね、3ぐらいですね、ちょっとかなり遅いけど、これ世界戦だとしたら25秒、まあ遅いだろうけど、目も当てられないね、この競技ってどっちが優先なの、
知らない寿司崩れない方でしょ、そりゃ。いや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 、でも遅い。最終はちょっと総合的にジャッジされますから、これ途中からね、風がすごいです。風なんだ。風です。風が来る。このフクロウが風を受けるんです。風を受けてね、こと同じように。はい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 、これ皆さん気をつけて、ね、これこっから3人ね、まあ、変わってきますから。これで18秒切ってたらすごかったけど、うん、7秒余計にかかってるようじゃちょっとね。いやいやいや、7秒あったら何でもできますよ。全部食えますわ、この寿司。別の大会出てください、それは。これちょっとね、僕思い切った手法でやってみようかなと思います。ちょっともうこう持つんじゃなくて、意外な持ち方で走ってみたいと思います。いきます、よーい、スタート。おいおい、遠心力で。あー、すごいすごい、逆転の発想すごい。ダメでしょ、あれは。飛べるのか、これ。いや、もう絶対無理だって。切るか、これ。もうダメな。人間が地球にいるのと同じ。あー、危ない、危ない。いけるんじゃないか、これ。でも一瞬して元に戻ってる可能性ある。あるある。あー、すごいすごいすごい、遠心。すごい。すごい。何秒？23秒3。遅いじゃん。いやいや、遅い。いや、まだまだ、はい、まだ。あー、これね、ちゃんとね。さあ、完全に遠心力でカチッともうなってるはず。出てる。出てる。ちょっと待って、最悪じゃん。あれ、ちょっと待って、ちょっと待って。あれ、なんか。おいおいおい。え、これ。いやいや、ギリギリギリ。いけてる？審判、頼むよ。では、チェック。はい。あーわーわーわー、危ない危ない危ない。あー、もうすごい。食っちゃって、食っちゃって。どう？うまいです。これもチラシ寿司。チラシ寿司みたいな。どういうことだよ。そうなるだろ。そうなるだろ。朝の新宿駅で。こうなるの？当たり前だろ。これ全部原宿さん食ってください。責任持って。当たり前でしょ。そりゃそうでしょ。ひどいです。食わないって言ってないだろ。いや、そう、それはそうですけど、気が立ってますから。それはそうだけど、速さと関係ないドーピングやってた。ただただ、快楽の、快楽のためだけど。大丈夫か。もうね、途中でダメだと思った。当たり前だ。感じたもうやめられなかった。2周したらもうダメだな。遅くもなってるし。そう、回転寿司ってこと。あの、みんな見てて、あの、風の影響受けすぎてるんで、僕はできるだけ風の影響受けないような走り方で挑戦してみたいと思います。位置について、うん、よーい、ドン。お、お、何あれ、え、あれ見えない、見えない、寿司が見えない。あ、後ろに隠してたんだ。寿司が見えない、寿司が見えなくなってる。飛んでるか、本当に。これすごい、アルファ疾風伝だ。寿司が消えた。え、おい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 、え、後ろ縛られてる。あ、でもズリーってなってるから。まだ崩れてない。まだ諦めるな。ゴール。22秒65。え、それでも早っ。どうした、どうした。ショック受けてる。上着どうなってる今。どうしたよ。こんなハフじゃなかった。一回こっち来いって。なんで業界人みたいになってるの。何プロデューサー。なんか途中まで良かった。良かったよ、めっちゃ早かったよ。絶対に2個目飛べなくなったんですよ。え、なんで絶対に。さあ、どんな状況なのでしょうか。うん、では寿司チェック。寿司チェック来い、うん、頼む、はい。あー、これはひどい。これめちゃめちゃシャリだけじゃん。めちゃくちゃじゃん。ネタどこ行った。これは良くないね。シューって走ってた、ね、そうそう。寿司だけ走ってる瞬間あった。これはミニ四駆みたいになってたんですか。ちょっと心の声はちょっと、ね、あらゆる計画が破綻しましたね。途中でね、こうやってたら後ろ足でパンって蹴り上げたらやっちゃって、それで1個目飛んだ後に、うん、力入んなくなってまったのが使っちゃったんだ、ここの。それで衝突するんじゃないかって言って避けちゃったっす。あ、発想は良かったですね。なんかね、途中まで風を受ける安定してた感じすごいあったけど、ね、良かったけど。いや、でこれがあるから恐ろしい陸上競技は。大盤狂わせとはということですね。それはいいんですけど、あの、本当に転んだんですけど、なんか受け狙いで転んだみたいになってないかな。いや、受け狙いで転んだみたいになって、うん、なってる。確かに ね、転ぶ下りなかったなの感じが、うん、考えてた。一番嫌だわ。そういうテロップも出るし、うん、受け狙いで転んでいるの。矢印で受け狙い。マンボマンボマンボ流すからこける前とか。これを生かすのが編集だ。殺すために入れてるわけ。登録画面がそれになってる。いやいや、そうね。この競技の罠っていうのは、みんな寿司を傷つけないように気を使いすぎちゃうことだと思うんですね。
でもそれこそ間違いなんです。寿司って丈夫なんですよ。普通に走ります。何あの足今崩れてなんか走り方さ、オイランの足運びです。確かになんか外から内にこう、ね、こうタントンタンこういう、ね、いきます。よーいスタート。あ、きゃ早いね。早い。いいんじゃない。あ、いいじゃん、いいじゃん、早いよ。入りはいいですよ。入りはいいですよ。今風受けてるね、風を。あ、いいじゃん、いいじゃん。あ、いい、うまいかも。ここからの風ですよ。うまいかも。ハードルどうなる。どうなる。ハードルどうなる。あ、飛んだ。飛べる、飛べる。まろやか、まろやか。いい、出てるよ。いいよ、出てるよ。いいよ、いいよ、いいよ。崩れてない、崩れてない。はい、20秒2。あ、いい、悪くないよ。悪くない。あとはもう寿司だ ね。寿司もなんかね、安定してたような。安定感あったね。これちょっとあなたさん、ぜひ、はい、寿司チェック、チェック。さあさあさあ、どんな状態で出てくるでしょうか。おお、あれ、ほぼほぼ、素晴らしい。いくらぐらいじゃない。まあ、ちょっとだけど。いやでも美しいよ。いいですね。美しいよ。これすごいぞ。当ててみますか、ちょっと。よく足上がったね。いやー、あそこ軽やかで、もう全然、全然、全然じゃん。まあなんならこういうのもあるからね、最初から。これは素晴らしい。これは素晴らしい。これはすごい。これはいいのがです。え、どうした？なんで？酸素吸うやつの真似です。そして吐いちゃってる。歯出してるし。めっちゃ怖いギャグかと思った。これコツ分かりました。分かった？普通に速く走りながら頑張って寿司を守るという、うん、いや素晴らしい。すごい、 すごいタイムも良かったですよ。もう取れたんじゃない、これもう。俺はそう、そう、優勝。いや、バランス一番良かった。そう、速さ、綺麗さ、うん、おめでとう。おめでとう。素晴らしい。ありがとうございます。我々スポーツ企画でやっぱ取れたんで1位になる、ね、素晴らしい。もう誰も予想してなかったでしょ。しなかった、しなかった。私がさ、素晴らしい女の子みてえに走るところを、うん、想像してたんだろう。いやー、してたけど惜しかった。確かに、うん、ただあっちまで行くときめっちゃ女の子走る、うん、くねくねしてね、くねくねくね、こうやって走る。それは見せるときじゃない。ただやっぱアメリカ代表はやっぱ強いから。確かに、うん、確かに確かにね。ケビン、そう、ケビン全部巻き戻し、なかなかぶれない、なかなかぶれません。ここ同じにしてよ、カリフォルニア巻きだから。恐れボーイ、恐れボーイ。日本の寿司もろすぎね。寿司の強度で勝つのすごい。次は第2回はそういうやつ。国際大会開催する予定もあります。そうですね。ありますか。あります。あと皆さん怪我だけには本当気をつけて、はい、僕あのね、中にスマホケースがぶっ壊れたの。わあ、本当だ。ここにひどい亀裂が入る。気をつけてください。はい、はい、私もね、仮面に今ひびが入る。早すぎて、早すぎて。本当割れ。仮面キャラが負ける時も。割れそうな。風圧で勝ったのに。すごいね。皆さんもぜひやってみてください。はい、うんうん、ありがとう。オリンピックで会いましょう。ありがとう。いち。いつもよりうまい気がする。運動したからじゃない。ああ。それだ。こっちに原因あった。走ったからか。そっか、運動ってした方がいいのかな。うん。